はい、どうも仁です。毎週水曜日は持田デイということで、今日は持田君に背中トレも一回見てもらってるんですけど、背中トレのワンハンドダンベルローとか、基本的に結構みんながやる種目あるじゃないですか。はいはい、あれを今日持田君に中心にちょっとやっていただこうかなと。あ、OK です OK です。そうです。大体普通の人たちワンハンドローはなんか背中だったりやるみたいな。はいはいはい。あと何やるんですかね。あとやっぱ弁当バローと、あ、最近だったらハーフデッドじゃないですか。ああね。とかがやっぱり主流で、あとロープリーとかもやりたいですけどね。ロープリー、あとチンニングじゃないですか。ああ、チンニング、はいはい、チンニングわけわかんない説あるじゃないですか。確かに、ワンハンドダンベルローとチンニングマジわけわかんない説なんですよ。まずはワンハンドダンベルローですかね。そうだね。その辺をちょっと今日はい回しやっていきます。大丈夫です。減量は5周目に入ってます。おお、はい、こっからです。こっからですね。体重はもう100切るか切らないかぐらいですか。もう今今朝で100点2とか3ぐらいかな。すげえ。で、ワンハンドダンベルローなんですけど、結構みんな足のポイントがなんかごっちゃになっちゃうんですよ。はい、2通りに分かれます。めちゃくちゃ重量使って分回したかったら引く方の足を引くパターン、ね、そう、引くパターンなんですけど、これ、僧帽筋とかに入りすぎちゃうんで、ちょっと今の状態だとお勧めできなくて、で、ジンさんの場合だと後背カム狙いたいので引く方の足を前に出しちゃいます。そうですね。で、お尻を上に突き上げちゃって、で、ここの距離感を結構長く取ってほしいです。はい、長く取れば取るほど広背筋の可動域が広がるんですよ。なるほど。で、持ってもらったら、まず肩甲骨を下に下げます。うん、股関節の方に下げます。うん、で、内転させます。そうすると、これダンベルちょっと上がるんですよ。はい、この反動を使って上に引いていく。で、戻す。大切なのはこの下ろす方ですね。うん、引くのはここまででいいです。下ろす方をとにかく極限まで下ろします。この時にお尻、後ろに。そうすると、ハムにテンションが乗って引ける。なるほど。だから手で引くっていうのも股関節の動きでロイフを行うっていう意味でやっていきましょう。これもまたさ、はい、どっちかっていうと下半身使ってるからあんま良くないっていうようなイメージの。そう、イメージです。あ、もっと離れちゃった。結構離れちゃった。左もっともっともっと後ろ、もっと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 。で、股関節で屈曲して、で、足つけちゃっていいです。足つけて、胸つき上げて、で、一回脱力ダルーンと肩甲骨だけ下に下ろします。で、内転させて、この勢いで引いていく。で、戻していって、伸ばして、ここまで2、そう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 、3、で、手はここまで4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK です。うまい。下ろせば下ろすほど、この前胸に力が入るんですよ。前面で支えられるので、うん、やっぱ高重量でやってほしいですね、これは。この、どうしても今こうやってると、はい、やっぱこの、ケツハムが、はい、ちょっとこう、後傾し気味になるけど、はいはい、これはこれ下ろすときに重心がつま先に乗っちゃうと膝が屈曲しちゃうんですよ、うん、なのでなるべくハムで耐えていく。ハムで耐えて、土馬ですね。土馬とかかと重心で両方の足を内転させます、内側に。そうで、胸をつける。この位置、ここはもう固定でいきたいです。で、むしろ後ろに引きたいです。ネガティブと同時に後ろに引きたいです、うん、こう、こういう感じ。そう、距離感を出すようなイメージ。そう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 、ネガティブで後ろに引いていく感じが。そうそうです。なるほど。で、なるべく肘を屈曲しないでやっていただきたいです。これは肘を曲げない。曲げない。お、曲げると実は腕強すぎてリアで引いちゃうんですよ。なるほど。なんでリアを使わないために手まっすぐに伸ばした状態で引くぐらいつもりでいきます。 OK です。今までだとなんか背中はもう肘を固定して、はいはいはい、攻撃に引っ掛けるみたいなイメージだったけど、そうです。もうそもそも腕を使わずに引っ掛けるっていう。で、足の位置もちょっと後ろに、右足の位置を後ろにして両方内転させて脱力して、で、胸突き上げて、こっち腰椎が丸まってるんで、もっと腰、お尻を上に立てます。そこで脱力して肩甲骨下制と内転を繰り返して引く。で、戻して、で、もっとストレッチストレッチストレッチ、3、後ろ引く、4、はい、5、6、7、8、9、10、もっとストレッチいける、4、そう、2、3、かかと、4、5、
6 7 8 9 10 OK。 うわ、硬いんだろうな、ケツハムが。そう、あの右が特に硬いですね。右が硬くて腰椎が後弯するんですよ、うん、だから僧帽に入りやすいんですよね。でこれなんでかというと重さが足りてないんですよ。重さを持った時に腕がかかっちゃってるから僧帽に入っちゃうんですよね。これ重ければ重いほど肩関節勝手に落ちるんですよ、うん、なので重くします。ちょっと折り始めにある最大の重量を使いましょう。このラックから外されし52キロ、誰が使うんだっていう。意外に52だったら使わない。52、でもまあローイングは使いますけど、うん、実は多分プレスで使うもんね。プレスいっちゃってる。で左足ちょい、そうこれか。でケツを上に上げて、こっちうまいですよね。こっち腰椎が前腕してるんですよ、ちゃんと、うん、右だと後腕するんですよね、うん、こっちだと若干後腕してるんですよ。多分腹斜を締めちゃってるんですよね、ここ、うん、なのでここ抜いちゃうって、完全に抜いちゃう。でお尻突き上げてこの位置、そうするとだからケツハムはちょっと苦しい、そう苦しい状態でやっていきたいですね、むしろこのぐらいの、そうそうです。胸突き上げて足つけたまま内転させる、そうで戻していって、そう距離が大事、伸ばす2 3、うまい、うまい、4 5、ハムで耐える、6 7 8 9 10 1 2、3、4、伸ばす、そう、5、伸ばす、6、7、8、9、ナイス、OK。 次の時さ、はい、次の時、勢い、逆に重い方に乗せない。そう、パーンでいっちゃうから、それも耐えてくれるから。やっぱ勢いついた方が、ネガティブ耐えれますからね。向いて、左めっちゃうまい。左の方が入りやすいね。そう、左手の力が弱いですよね。あの握る拳の力が弱いと、これあの面白い原因ですけど、握り手なんですよ。握り手が強く握ってください。強く握ってローイングしようとして、そうすると、うん、大円とリアに入っちゃうんですよ、うん、じゃあ逆に力抜いて引っ掛けて、この引っ張って、そうすると怖い側に入りますよね。確かに。なんで握りが、右の方が強すぎるんですよね、うん、左抜いちゃって、あ、右をもっと指にかけるぐらいにしちゃっていいです。じゃあ、もうほんと引っ掛けるぐらいで、引っ掛けるぐらいで、で、足もちょっと後ろにしてもらって、ケツ立てて、お腹の力抜いちゃって、お腹の力抜いて、で、一回ダルーンと胸つき上げて、そうで、後ろにそう、で、遠くへ2、遠くに3、4、いいね、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ナイス。強い。重いて重さが足りない、重さが全然足りない、欲しい。一回は奥千歩しかないですね、これは。20発やったら下に置きましょう。で、置いた状態でアイソメトリックシューしておきます、グーッと、ね、で、そこから持ち上げてプラス10発ハムの、硬さも取れていくし、辛い20やってプラス10です。置いてプラス10、そう、置いた時に思いっきりアイソメトリックシューションを送ります、うん、なんでハムの数を取りたいのと、あの筋膜だけ伸ばしたいんですよ。で、パンプ感をより良くするっていう。なんでもうパンプしてるよまだまだいけます、これ、うん、てかすごいですね、体重1キロ落ちたのに、なんかやっぱラインが出てくる、やば、皮膚感超良くなりましたね。そうだね、あのこう汗かいてきて、はいはい、張ってくると、うんうん、また体がバゴッと変わってくるから。うわ、すげえわ。大会の時もそう、血に回って汗かいてくるとめっちゃいいですよね。めっちゃ上がってくるから、はい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 、普段がなんか微妙なすぎるんだ。普段の時 の、 そのカロリーとか落としすぎちゃってたりしますもんね、最後の最後。そのせいか、絶対絶対そうです。だから皮膚感が薄くならないんですよね。そう、だから結局内側から張ってくれると皮膚感勝手に薄くなって、はい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 、バチバチになるんで。だからそれをずっと演出してないですよね。
あと水分の循環が悪くなっちゃうんですよ、カロリー落としちゃうと。じゃあお疲れし、今日は。いやいや、なんでこのわけわからないで終わらすんですか。結構背中追い込んだ。もう最近終わらせたがりすぎてやばいですよ。お疲れし。一仕事終わる。しかもまだ終わってない。よいしょ。まず突き上げて、胸突き上げる。そう。寄せてから、寄せて、直していく。そう、遠くへ遠くへ遠くへ。2、3、4、終了、5、そう、6、いいね。7、8、9、引きすぎない。ここまで10、1、そうそうそう、前。2、3、4、5、6、7、8、9、10で置いて、で、胸張って、ルーマニアデッドみたいにして、そう、当て当て当て、伸ばして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 、きっ抗して、きっ抗して、はい、お前、かけて、アメリ突き出す、はい、1、はい、2、はい、3、4、5、6、7、8、9、もうちょナイス、OK。ケツもやべ、ケツもやべ、ケツもやべ、すげえ。これはちょっとバカ野郎だな。バカ野郎でした。いただきました、バカ野郎。これ、ね、足並みのバカ野郎だな。マジで面白いです。追い込まれたらバカ野郎って言うとめっちゃ気持ちかったこと、やばかったですよ。一緒に1、そう。2、溶け、溶け、溶け。3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で置いて、頭伸ばして、ちょっとだけ引っ張っておいて、胸張って、そうそうそう、この位置、この位置、はい、上げて、しょ、1、はい、2、3、4、5、6、遠くへ、7、そうそうそう、8、9、もうちょ、ナイス。うまい。バカ野郎2発目いただきました。これ足を超えてきついかも。そう、ワードの食べ方めっちゃきついですよね。酸素吸えないんですよ。動作中に酸素吸えなくなるのめっちゃきついですよ。いいねいいねいいね。ここまで後輩に歌舞伎かせてからのやっぱチーミング最高っすね。チーミングビデオ用意しちゃうんで。まだなんて。いやいや、絶対大丈夫だよ。よーし。